イマリワン大橋と共に、イマリ事業所遠望株式会社名村造船所は、大阪市西区に陶器場の本社を置く日本の造船会社である。いわゆる中手造船所の一つであり、主力とする新造船事業においては、ケープサイズバルクキャリア、マラッカマックス型 VLCC などの大型商船を主に建造している。 かつては、大阪市住の駅北高谷4丁目の木津川に面する、敷地に、本社並びに、大阪工場を有していたが、川幅の制約を出して、船舶の大型化の趨勢に対応するため、1970年代前半に、佐賀県伊万里湾に、伊万里工場を新設。大阪工場を閉鎖して、以降は、株式上場先が、大阪証券取引所、第一部であったことや、 メインバンクの三和銀行との関係から登記場の本社及び財務部門を大阪に残し、船舶営業部門は東京、その他の間接部門並びに新造船事業における設計、製造部門をはじめとする大部分の機能は今利事業所という現在の体制となった。冷戦終結後の新造船需要の緩やかな増大や2000年代の造船ブームに伴って実施した。 大型設備投資によって、今里事業所での竣航量を大きく伸ばしたことに加え、2008年より、函館土つ区、2014年より、佐世保重工業を子会社化したことにより、新造船事業における、竣航量は、今治造船グループジャパンマリンユナイテッドに次ぐ、国内3位グループを、大島造船所と争う規模となっている。日本造船業の主役となった中手造船所、 三井物産戦略研究所2015年5月13日名村造船所本社機構を来春にも今ま工場に移す実質的には東京都に本社製に日本経済新聞1979年8月9日長官7ページ株式会社名村造船所と佐世保重工業株式会社の株式交換に関する契約締結のお知らせ ありがとうございます。